そうですね。今度は CHFJPI ですね。が来ました。今2連敗中ですね。はい、いい具合に上がりましたね。じゃあ、これだけ見とくのかな。投資はね、FX も、バイナリーもね、悪い人でも稼げるからね。まあ、需要が増えると私も仕事しやすくなるから、悪い人が悪いことしないでお金使うんだったら、邪魔はしないね。悪い人でもいい。ね、今後悪く動かないよっていう人だったら平気でしょうね。で、今後も動くっていう人もいるけどね、止められないね。ところ、これと切るか。意外と簡単に稼げることもあるからね。外貨も株もバイナリーもね。これは止められないね。いくら悪い人とかね。これはもう稼ぐことを見つけた人だけだね。やっぱり。悪いのも入ってくるわな。で、世界中、オクトレーダーはもうふんだんに増えるでしょう。CHFJPI また来たね、どんどんね。まだここら辺立ってね、様子見ましょう。ここら辺まで見んのかな。全部 CHFJPI のカウンターです。これはダメなんだね。これは必要ないと。稼ぎ方を教えてるけども、僕の YouTube のテレビをみんな見て、いや、だいたい1億人ぐらい登録者がいればね、稼げるようになる。ちゃんと稼ぐ方を教えてるから。僕の方はちゃんと教えてるからね。みんなタダで見るんだからね。だから僕の収入、YouTube の収入多くなりますけどね。
なんかガガ言ってくるのは教えてるんだから、テレビにちゃんと言ってんだ、これ稼ぎ方を教えろっていうのは、これは妨害でやってきてるんだよね。仕事で投資で保安が取れないから稼げても稼げないという場合があるんで、それだったらその妨害で周りからお金もらった方が直お金もらえるから稼げるということなんだよね。だからそういうのは妨害者っていうのは後立たないわけね。悪いことして仕事した方がお金は簡単に入るからね。で、人間ついてくるけどね、職を話したり聞いたりできない人が来てるから、これは妨害なんだね。団体の頭使わないと人間って話したり聞いたりできないから、知能低いから。全員。単独で話してる人は、言うのは盗みね、脅し、妨害。私の方にね、来てんのはね。話になってないから、ただ脅し、妨害。人は一切責任取らないからね。私はね。こっから戻るからね。
起きたね。あれ、携帯なのか戻る携帯かちょっと難しいね。また来たね。ああ、まだ落ちてこない。負けてないからね、これがやったとしたらね。
3連敗になるかな。4%まで来ちゃったね。ここしてないから流れないだろうね。ああ、これは戻んないな。あ、99来ちゃった。戻ったねこれ。お、来たね。これで 75% の時だけど、流れることはあるかな。誰もやばいな。30分越したから。さあ、これでどうかな。
さあ、どうかな。タイだな。タイになるみたいだな、これな。タイか。ね。カップを食べる。これで今んとこ昨日からの稼ぎがあれだからね。今度 USDCAD が出てきたね。ちょっとお話を出しとく。そしてね、稼いでもね、半分はたくさん稼げば半分は税金払わないといけないから、いいことをするんだな。だから所得が多くなることは別に問題はないね。赤いキツネ。まあ、USDCAD が出てんですよね。USDCAD。これ。これがね、上がってんですよ。ね。129%いっちゃってるからダメかもしんないね、これね。3連覇、これで4連敗になるね、もしこれ全部負けたらね。やんなっちゃうね。そうそう、昨日から儲けなしですね。マイナスには400円ぐらいかね。
最初ので勝つというのはわかるんだけど、一番最初のは打たないで置いとくのかな。で、上を抜ければいいんだけど、抜けないだろう。
旦降りると。
教えられんかないな。どこにあった？これ底になるんだね。きついね。設定書つけて時刻はこれでいいでしょ。せんちゃん電気とかカレンダーとかメール、これ大事だ。電気とかカレンダー、なんでこれ電車の上が、
構厳しいとこだな。センチャーそれは。よいしょ。そのためだよね。はい。勝ちましたというか、タイだね。1対1だね。タイでしたね。難しいところでした。